こんにちは、スマッシュの保坂です。スマッシュの赤松です。全豪グッズのプレゼントということで、YouTube で、企画したんですけれども、そちらの当選者を発表したいと思います。早速いいですか？はい、早速いきましょう。はい、1番目から。はい、こちらのクッション、座布団ですね。座布団クッション座布団。なんか横浜チャレンジャー今やってるんですけど、うん、横浜チャレンジャーのツイッターに、うん、座布団を忘れていった人がいますって言って、座布団の写真がアップされてたんでその方当たってるといいですね。いいですね。でもその方でなくても持ってってください。はい、持ってってください。完全に便利です。うん、当選者の発表です。はい、スギちゃんさんです。おめでとうございます。こちらお送りしますので、どうぞ使ってください。感染でもご自宅でもいかようにでも活用してください。はい、使ってください。続きまして、はい、こちらなんかね、熊のプレゼントにご応募しましたっていう人がいたんですけど、熊じゃないです。これカンガルーです。カンガルーです。尻尾がピヨーンって長い。こちらはですね、はい、当選者は、はい、アリスボンさんです。アリスボンさん、アリスボンさんです。おめでとうございます。クマじゃないです。カンガルー送ります。そして、はい、3番目、私が一押しのウエストポーチ、こちらはですね、なんと君の瞳にスマッシュさん。いいですね。ペンネームいいですね。おめでとうございます。瞳がね、危ないんでハートくらいにしておいてください。はい、はい、じゃあ4番目、はい、帽子、はい、当選者は、はい、ポケマスサトシさんです。はい、おめでとうございます。はい、発表してください。で、5番、はい、カップ、はい、当選者は、はい、ぐっちゃんさんです。ぐっちゃんさん、おめでとうございます。で、最後にボトルです。はい、当選者、はい、まこさん。まこさん、おめでとうございます。ご応募ありがとうございました。たくさんのご応募ありがとうございました。たくさんの人にも見ていただいて、こんなゆるい感じでやってしまってすいません。あと、はい、この当選者の方にはメールでもお送りしているので、ぜひそちらもチェックしてください。はい、そして残念なことに、スマッシュからメールが行くと、 G メールの方はよく迷惑フォルダに入ってしまうことがあるので、あそちらもチェックしてください。そんな迷惑な話ですね。本当そうなんですね。はい、一応そちらも見てもらった方が確実です。はい、はい、よろしくお願いします。で、発送は商品あで、メールが来て住所などを教えてもらえたら発送っていう感じになるので、はい、はい、ぜひぜひご覧になってください。チェック忘れずにお願いします。はい、お願いします。そして、一緒に応募してもらった時に、はい、スマッシュの YouTube に期待することっていうのを書いてもらいました。お、結構皆さんいろいろなコメントをしてもらってて、はい、ちょっと嬉しいんですけれども、はい、なんかいくつか紹介していきますかね。はいはい、一番そうですね、最初では紙面では表現できない技術などの解説みたいな、はい、これは結構やりたいところで、今ちょっと取り組んでるやつですよね。はい、やっぱりフットワークとかっていうのって、紙だけではなかなか表現できにくいところもあるので、うん、早速ね。そうなんです、はい、早速この前ちょっとフットワークの基本の動画を撮ってきました。はい、撮っちゃいました。はい、でもかなりやっちゃってるんですけど、参考になると思うんで。何またやっちゃってるの？怖い。そうなんですけどね、はい、上達は皆さんも一緒にできると思いますので、はい、見てもらえればと思います。はい、はい、あとはそうですね、選手の皆さんのコート外での楽しい場面やプライベートなところっていうのが結構あり、はい、出てきましたね。いいですね。はい、そういうの見たいですもんね。この前ね、西岡選手と斉藤隆選手と沼尻、圭介選手と3人の、ボール付き、そう、フレーム付きバトル、はい、やりましたね。面白かったですよね。きっとね、やりたいって言ってる人も思ってる人もいるかもしれない。あ、本当ですか？
分かんない、どんどん言ってきてほしいですね。あとヒートジャパンでも結構の選手やったんですよね。ああ、やってくれましたね。杉田選手とか、うん、あと伊藤選手とか、うん、はい、添田選手とか、はい、優勝したのは、はい、まあ秘密にしておきましょうか。秘密にしておきましょう。ぜひ動画見てください、はい。あとあのフレーム付きの練習も皆さんしておいてください、うん、お願いします。そう、その前後 の、はい、あのあれですね、コメントが、まあ、選手のなんかちょっと素顔が見れたりして、なかなか面白いかなと。そうですね、はい、思います。あとね、なんか許されればなんですけど、選手のね、なんかカバンの中身とか、あー、そうですね、どんなものを持ってってるかとか ね、見てみたいですよね。そうですね、はい、ラケット何本あるのかなとか、うん、じゃあそうですね、そういうことを動画で流しても OK っていうプロの方がいたら、ぜひ連絡ください。基本立候補お待ちしております。お待ちしております、はい、あとはそうですね、はい、テニスギアを、新しいテニスギアを紹介してほしいっていうのもありましたね、はい、今回あのプリンスさんのシューズ、そうです、はい、を、YouTube の動画でもご紹介しております。開発者の方がいろいろ説明してくれてたやつですよね、はい、そうですね。あと開発者の方とそのシューズを作るにあたって、アドバイスをしてくださったトレーナーさんが、なぜそういう機能が必要なのかっていうところを、こう実際の現場の声をあの聞かせていただいてっていうところで構成してますので、はい、分かりやすかったですよ、はい、ラケットなどもね、やっていきたい、はい、インプレもあのいつも 毎先月はやってなかったか、はい、総集編なんで、あ、そうですね、はい、あの毎月アップしてるんで、そちらもチェックしてみてください、はい、はい、お願いします。そして、はい、あとあれですよ、小坂さんの動画が好きですっていう人がいました。ありがとうございます。やっぱ恥ずかしい。一発目の顔バチンが、あれでファンついたんじゃないですか。本当にね、びっくりですよね、あれはね。まあ、あのちょっと何言ってんだこの人たちって思ってる人は、あの最初の方の動画を見てみてください。省エネ楽チンスライスサービスの動画です。はい、はい、っていうのを見られるのちょっと恥ずかしいんですけどね。頑張りました。でもなんかそういうあの今もちょっと緩い感じになってるけど、緩い感じでもいいって言ってくれてる優しい人もいるので、ありがとうございます。ありがたいことです。1名です。いや、もう一人います、もう一人、ここにも、あ、本当だ、お二人です。お二人います。ありがとうございます。はい、それではそんな感じで、はい、またグダグダと終わってしまいますか。はい、はい、じゃあ、今月のスマッシュ発売中です。本屋さんにない時には本屋さんに注文していただけたら取り寄せてもらえたりもしますので、なくても諦めずに店員さんにちょっと聞いてみてください。ぜひそうしてください、はい、よろしくお願いいたします。そして YouTube の方も、はい、あの皆さんの意見を参考に少しでもご希望に添えるようにちょっと頑張っていきたいと。はい、はい、そうなんですよね。あのもうちょっと私たち YouTube の知識とかあんまりないんで、あのこういうことができますよとか、そんなことを教えてくれるんでも全然構いません。あのいろいろなご意見ご感想をお待ちしておりますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではありがとうございました。さよなら。